照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星範博さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロというか。さあ、そして打席には浅村が入っています。さあ、追加点のチャンスです。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですね。初球から行きましたが空振り。低めの変化球見送りましたがストライクです。ここはあっという空振り三振、ランナー返すことができませんでした。さあ、そしてバッターボックスには島内が入ります。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですよね。最初から際どいコースを狙ってきました。打ちました。セカンド取った。一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。5番バッターロメロ、イーグルスこの回1点を入れています。さあ、先制に成功。なおもリードを広げるチャンスです。打ちました。明石、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回イーグルス先手を取りました。1回終わって1対0、イーグルス先制です。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったホークス、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星範博さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠にありがとうございました。